クリーゼ832またはグッチョブ832はツルザに存在するスペクトル型 M1.5V の赤色矮星である。太陽系からの距離は16.1光年で質量を半径ともに太陽の半分程度の構成だと考えられている。約52,920年前は地球から15.71光年と現在より 少し地球に近い位置にあったと考えられている。2008年9月、クリーゼ832から離れた位置を木星に似た太陽系外惑星が深淵に近い軌道で好転していると報告された。この惑星は、雪道により、恒星の位置を0.95ミリ秒ほど揺れ動かすと考えられるため、アストロメトリ法による検出も期待されている。 また、主星と惑星との核距離は発見当時としては、エリダヌスザイプシロン星とその惑星 B に次いで大きいものだったが、恒星と惑星のコントラストの都合で直接、撮影による検出は難しいと予想されている。2014年にはさらにもう一つ、惑星 C が見つかった。この惑星は、ハビタブルゾーン内に存在する、スーパーアースと考えられている。 2016年4月、グリーゼ832系に B と C に加えて3番目の惑星が存在可能かどうかの研究が公表された。テキサス大学アーリントン校のスマムソティルラの研究チームがグリーゼ832系のデータをもとにシミュレーションを行った結果、軌道半径 0.25AU から 2AU の範囲に3番目の惑星が安定して、好転可能という結果を得た。 仮に第3の惑星が存在する場合、質量は地球の15倍以下と見積もられている。ありがとうございます。